小野義和小野義和10月7日1950年5月25日は、日本の大倉官僚、政治家、大倉次官、衆議院議員、東京市女役、高知県出身、小野義為ための長男として生まれる。高知一中、東京府立四中を経て、1898年7月、第一高等学校政治家を主席で卒業。1903年7月、 東京帝国大学法科大学政治学科を主席の優等で卒業し、銀時計を授与された。東大の同期には、小川豪太郎や上杉新吉、馬バ場バイ一ら。同年同月、大倉族に任官し主係局検算時間付となる。同年11月、文化高等試験行政科試験に、自席合格。この時の主席合格者は、馬場イ一だった。 1906年11月、タバコ専売局事務官に就任。以後、カラフト民聖書事務官県大蔵書記官、大蔵省参事官、専売局製造部調査課長、同官房調査課長、大蔵省大臣官房会計課長、県大蔵大臣秘書官、県日本工業銀行管理官、大阪税官庁、神戸税官庁、大蔵省銀行局長、同理財局長などを歴任し、 1924年1月に退官。1924年5月、第15回衆議院議員総選挙に、高知県第5区から出馬し当選。同年6月、大倉次官に政治任用され、同年8月まで在任した。1928年1月、東京市条約に就任し、1929年2月まで在任。 1942年4月の第21回衆議院議員総選挙で、高知県第2区に翼山政治体制協議会推薦で出馬し、当選。後、日本新保党に所属し、衆議院議員を通算2期務めた。戦後、1947年に公職追放となった。その他、鉄道会議議員、拓殖大学教授を務めた。ありがとうございます。